ダッチーズツインバスケットのリーダーのダッチーです。よろしくお願いいたします。ここでの活動ではですね、ハロプロ大好き芸人わがままボディのダッチーですって感じで活動しているんですけれども、今回ここでの活動なので、まあ、自分のことをまず1回目なので紹介したいなと思っております。まずですね、こちら今来てるこの格好が普段漫才をやらせていただいてるんですけれども、その衣装となってまして、でまず中がピミーっていうね、ブランドがありまして、夏焼きみやびちゃんプロデュースの服になってまして、これを着てピンク色をこうアピールして、でハロープロさんがすごい好きなので、ハロープロジェクトさんのワッペン、そしてアンジュルムさんとテレビで共演したことがあるので、アンジュルムさんのバッジ、そしてジュースジュースの金沢智子ちゃんの缶バッジがここにあるんですけれども、ピンとして再活動した時のお笑いライブにたまたま見に来られてたのがきっかけで、もともと応援してたんですけれども、もっと応援するように自分がなりまして、自分のティンカーベルとしてここにつけさせていただいております。で、こんな感じの格好でネタを普段やっております。ネタ動画もアップしてますので、よかったらチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。そしてですね、自分が今回一人でやるにあたりまして、何をやろうかなと思った時に、まあ、ハロープロジェクトさんがすごい好きなので、ハロプロさんのことを言ったりだとか、あとは CD をすごいたくさん持ってるので、CD のことを紹介したいなと思ってます。でですね、今回、一個だけ CD を持ってきてます。まあ、ここ自分家なんで持ってきてますっておかしいんですけど。じゃん！安室奈美恵さんの18920です。こちらがですね、自分が初めて買った CD となっておりまして、1997年に自分が安室奈美恵さんを知ったんですけれども、その時にですね、How to be a girl って曲がありまして、その曲がすごいかっこよくて、なんか、惚れちゃったんですよね。で、そこから安室奈美恵さんにドハマりして、で、自分の人生がスタートするきっかけの一枚となっております。ここから、まさかのね、安室奈美恵さんから、ハロープロジェクトへ流れる行き先が今後、あるんですけれども、まあ、そのきっかけのスタートラインがこちらとなっております。ぜひ気になる方はチェックしてみてください。18920、まあ、一番最後のベストアルバムを買えば全部入ってるんですけれども、まあ、入ってない曲も多々あるらしいので、こちらのアルバムもチェックしてみたらいいと思いますという感じで、 CD のことも今後はですね、中身のこととか、CD の特典だとか、いろいろ紹介していきたいと思いますので、よかったら、ツインバスケットチャンネル、まあ、名前、定まってないんで何とも言えないんですけれども、YouTube の方チェックしてみてください。よろしくお願いいたします。今後もたくさんアップしていきますので、皆さん、またねー！バイバーイ！ダッチーズ！これ、覚えてね。チャンネル登録よろしくね。